皆さんこんにちは、アイハイチャンネルのアイです。ハラです。ハラです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日はあなたたち最近おやつの時間になるとうるさいんですよ。ねえ。可視欠だ。はい。あの貧血ならぬ可視欠らしくって大変らしいです。はい、なので今日は久しぶりのお菓子企画をしたいと思います。イエーイ。はい。ただ買いに行くのはやっぱり面白くないので、ルーレットで買うお店と。軍資金を決めたいと思います。じゃあその様子はこちら。ルール説明します、はい、今ルーレットには4枚の紙が貼ってあります、はい、この4枚にはお店の名前が書いてあります、はい、ドラッグストア、コンビニ、駄菓子屋、スーパーの4つです。で、空白部分っていうのがあるじゃないですか。ありますね。これ1個で100円ゲットってことになります。つまりお店の名前が出てくるまで空白部分の金額を加算していきます。はい。だからお店のやつが出るまでに3回空白部分があったら300円ゲットで、300円分のお菓子を買う権利があります。はい。外れるほどお金が高くなる。そう。ということは逆に1回目にお店の名前が出てしまった場合は10万円、0円ってことは自腹で買ってきてもらうことになります。企画の意味ないよ。これ企画でした。あなたたちの財布の中身をわざわざ減らしてあげようと考えたことになります。じゃあやってきます。せーの、レッツライハズレロ。じゃあどちらからやりますか。はい。じゃあ早から回してもらいます。せーの、100円ゲット。じゃあ2回目200円。もうちょっと落ち着きますよ。300円。400円。600円。500円。食べた200円。もう500円。今500円。もうダメですね。駄菓子屋さんで200円のあやさんで、駄菓子屋さんで100円のかのさんということで決定しましたので、今から行きたいと思います。はい、せーの、ゴました。はい。それぞれ何を買ってきたか教えてください。はい。じゃあね、先にカノさんが買ったものです。気になるよね。せーの、じゃん。え？たまなくない？100円だと思う。前ね、この中からおもちゃが出てきたってやつですよ。で、あ、ミッキーとか言って、どう見てもミッキーじゃないよね、これね。チップとデールどっちかなんですよ。欲しがりました。ちなみに中身はまだカノさん開けてないんですけど。あ、それか。はい、こちら多分万華鏡になりますね。うち万華鏡持っとんのに。はい、はい、じゃああとはカムさん開けて楽しむと思います。じゃあ次、金額が低かったあやさんいきます。金額は低かったんだけど、駄菓子屋さんで購入したので結構数変えてたみたいです。おお。はい、どうぞ。1つ目、
のじゃん、あー必要だね、ライフガード、こちら、あ、じゃが塩バターです。これ4枚入りぐらいなんだよね。値段の割にはすごい安くて美味しいという。はい、3つ目はじゃん、シミチョコーンです。4つ目は日本一長いチョコ棒。あー、これもなんか前買ったことあるよね。美味しいです。以上でよろしいですか。はい、はい、200円でこちら購入しました。多いな。ハヤになります。もうハヤ後ろでチラチラ見えてるんですけど、ハヤ、はい、はドラッグストアで買いました。はい、なのでちょっと大きめのものを大量に買ったみたいです。はい、じゃあお願いします。いきます、せーので、じゃん、ポップコーンです。はい、これね本当は違うんだよね。うん、ジュージュージュージュでポン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 っていうのが良かった。フライパンみたいなやつね、作るやつが欲しかったんですけどなかったそうで、こちらにしました。はい、せーので、じゃん、シスコーンビッグ。あ、これ大きいやつか。へー、これも一応美味しいんですよ。これあの牛乳かけて朝ごはんの代わりにして食べるやつですね。はい、なんですけど、ハヤはおやつに食べたいと買われました。うん、いつでも食べたいです。せーの、ぜっちゃん、パンですね。はい、あのおかしいな、日持ちするお菓子を買いなさいって裏で言ってたんですけど、日持ち日持ちしないですね。冷凍庫に入れときゃ大丈夫。やめてください。せーの、ぜっちゃん、ジュース、増量タイプの大きいやつね。ラストです。せーので、アルフォート。定番ですね。はい、ということで、ハヤも5個なんですが、これとこれがめちゃくちゃ長持ちする。あのしけらないようにちゃんと保管してください。はい、はい、ということで今回はルーレットで決めたお店と金額でお菓子お買い物チャレンジしました。はい、どうでした。うーん、今回500円だったからたくさん買えたね。今回もガチャはなくてママ的には1人どっちか1人あのお店左引いてほしかったなと思って、自腹タイムっていうのを期待してたんですけど、よかったママの運はなかったみたいだまたあの機会があったら自腹でお財布の中身減らしてもらう活動をしてもらいたいと思います。無理。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。これ多くないの？ママ多くない？こちら昔のかな？そうです。あ、いや、かんちゃんは触らないよ。今使える？今使います。え、ほんとだい。あ、50円札だ。あ、すごい。おかじゃあ、しまってきてください。やった。あの、チョコレート類も冷蔵庫入れないとすぐ飛びちゃいますよ。こっちは？それは関係ない。探してます。これ？あれ？ほんとこと？遭難中のレジ袋探してます。僕は知りません。あとこれもか。ほぼ全部見つけ次第警察へご連絡ください。は？先生それ違う、ミント。あ、マント、ミントじゃなくてミトンじゃん。ミント。え、そこにあったの？それじゃない。